F. ホフマンらロシュは、スイスのバーゼルに本拠を置く世界的な製薬、ヘルスケア企業である。スイス証券取引所上場企業。持ち株会社ロシュホールディングが、グループ企業を統括し、各国の現地法人への出資は、オランダのマイドレヒトに置いた、中間持ち株会社、ロシュファームホールディング B、B を通じて行っている。スイス国外では、ドイツのマンハイムとペンツブルク、 イギリスのウェリンガーデンとバーゲスヒル、アメリカ合衆国のニュージャージー州、ナトリート、ブランチバーグ、カリフォルニア州パロアルトとプレザントン、インディアナ州インディアナポリス、サウスカロライナ州フローレンス、中国の上海などに拠点を置いている。日本には1924年に現地法人 NSY 合名会社を設立して進出。これは日本で 製造許可を取得した初の外資系医薬品企業であった。2001年12月、中外製薬との間で、日本国内の医薬品事業の統合を柱とした包括的業務提携を結び、翌2002年にロシュファームホールディングを通じて、株式公開買付を行って、中外を買収。同年10月には、医薬品事業の日本法人であった、日本ロシュを中外に合併した。 これにより、日本国内の医薬品事業は連結主会社の中外製薬を通じて行うこととなった。ロシュグループは、医薬品事業のほかに1968年より、市薬事業にも進出しており、診断薬、医療機器事業会社、ロシュダイアグノスティックスでは別個の日本法人として、ロシュダイアグノスティックス株式会社を置いている。 1997年には、主役大手のドクベイリンガー、マンハイム社を買収、統合した。F ・ホフマン・ラ・ロシュ社は、フリッツ・ホフマン・ラ・ロシュによって1896年に創業された。その頃、ロシュ社は、ビタミン剤の生産で基盤を築いた。1957年には、ベンゾジアゼピン系コーフアニアクククロルジアゼポキシドを、続いて、 抗不暗薬の世界標準となるジアゼパムを開発、発売し、世界の抗不暗薬市場を設計し多くの利益を得た。1990年代以降は抗がん剤に注力を始めている。またインフルエンザ治療薬をセルタミビルの特許を持つ米、ギリアドサイエンシズ社より1996年から2016年までの製造船売特許を取得し、 タミフルの商品名で2000年代の主力商品となっている。ありがとうございます。